皆さんあの適当にどんどんあのスタッフっぽい人に声かけて、はい、お酒頼んで酔っ払ってください、はい、じゃあ先生、はい、いつもあの楽しい漫画と面白い夢をありがとうございます。陸上先生83歳の誕生日おめでとうございます。じゃあもう皆さん随時飲まれてるんですけども改めて先生ちょっと乾杯の音だけ、はい、乾杯。乾杯。おめでとうございます。ジョー先生あのケーキをご用意しているので火を83一応あのウィキペディアで調べて83歳って知ったんですけどあのウィキペディアがたまに間違ってるので、あれね、確か俺徳島県出身になってるんだ。そうなんだ。あれ鵜呑みにすると怖い。じゃあお願いします。これ消すもんね。はい。ありがとうございます。じゃあすいません、これ分かりさせていただきます。後ほど食べたい方お配りします。浜野さんがね、はい、使い回させてって言ってましたよ。あ、じゃあそのまま置いておきます。あとはお花になります。いつも楽しみにありがとうございます。ぜひお願いします。まず一応今日予定では、この後僕 YouTube 配信をやって目の前でここで先生の漫画飯体験をしようと考えてまた緊張して手震えてるんですけど、あの温かく見ていただければ。でも30分ぐらい長くならないようにやって、その後、まあ、ちょっとゲームをやってプレゼント用意してますの で、 であとはもうあの先生とお話ししたい、ちょっとプレゼント渡したい、ハワイあの写真撮りたいという方大勢いらっしゃると思いますので、あのもう次ちょっと話しかけるの最初もう勇気いると思うんですけど、憧れの先生にあのもうガンガンこう酒の勢いで行ってもらえたらなと思います。あ、はい、で今日ですね、もしサイン欲しいよっていう方は、ビッグジョー先生の T シャツとあのパーカーを T シャツ2000円パーカー4000円で販売しております。それ買っていただくとその T シャツにサインしていただけるかな、していただけますので、皆さんに人頼みづらいと思うので何かきっかけがあればもしよかったらぜひこれで出せば大丈夫。あと今日 YouTube で一緒にこういうグルメ漫画を再現しているチャップマンさん来られて一回動画でコラボもしたんですけども、今日あのチャップマンさんの動画で先生あのブラックカレーと味変カレーを作ってきているので、あの皆さんの分も一応あるので少量なんですけどちょっと味見してあの評価を先生もしよかったら食べていただければ。はい、本人に食べさせるとドキドキしてる。そうですね。あと今日一応梅本さんって漫画食堂ですね、あのビッグジョー先生のテレビとかでもあのずっと読んで、あの個人的にあのサインもらいたいなと。皆さんもあのお声掛けしていただき、本も出せられるんだね。そうなんです。そうなの、すごいね。後ほど今このタイミングで、すいません、すいません、そんな何年ぶりだと思う。あといつも見ていただいててあの私あの文句言いたい人もたくさんいると思うので話しかけていただければと思います。基本的にあの口悪い感じで動画出しているのですいません。でこのただいまお取り込み中とはまた別のとこでやるんですかね。あ、そこでやる。あ、じゃあ大丈夫です。先生待ちや。ちょっと手震えるな。本人前ってどうなの、やっぱり緊張するもん。いや緊張しましたね。そもそも料理云々前にジョー先生がいるだけで、あのバーでもあジョー先生来たってなって緊張するので。確かにまたあの顔出ししてないので、あの会社の上司に誰もしバレたらどうしよう。なんかすげえ夜に言ったらカメラ怖い怖い怖い。髪大丈夫。
ホラーだったら。いや、めちゃめちゃ怖い。ちょっと帽子かぶろう。じゃあ、初めて言ってもらった。いや、再現飯です。あ、はい、じゃあ始めます。画面切り替えます。皆さんこんにちは。どうも、ズボラです。ただいま、初めてのライブ配信となります。すみません、顔出しできないので、こういった白い仮面で、13日の金曜日みたいな、かなり怖い感じなんですけど、マスクの下は、まあ、ニタニタ、くちゃくちゃ、ニコニコしてますので、ぜひ、ぜひ、見ていただければと思います。で、今日はですね、もう今目の前にビッグジョー先生が座っていただいて、グルメ漫画界のレジェンド先生の前で再現料理をしたいと思います。もう僕にとっては夢のようで今手を震えております。唇やめて。もう続きは、これって何？どこ？世界中で。ちょっと全体を生配信。台湾でも言われます。今もう。すいません、音声聞いて最初すごい僕面白いこと喋ってたんですけど、ごめんなさい。こちらにある感じてるんです。アルスノーバという少年台駅にあるバーでやってます。そこだけ、はい、安いバーです。レアなお酒が飲めます。で、ジョー先生の前で回してなかったってことで漫画のスタイルになります。できるかな。そうです。ジョー先生、まあ、僕もいろんなグルメ漫画をジョー先生の再現させていただいてるんですが、まあ、グルメ漫画界のレジェンドと言われてまして、まだ料理っていうジャンルの漫画がなかった時に初めてグルメ漫画をまあ、掲載して、まあ、ここまでグルメ漫画のジャンルを発展させた大元のレジェンドということで、僕、スーパー食いしん坊、まあ、一本包丁万太郎、あとは包丁に混じる、まあ、ジャンプなんかで紹介されてたんです。あとは10番勝負ですね。こういうのを、まあ、今まで YouTube で動画再生してました。あとですね、一応ジョーさんはグルメ漫画だけではなくて、もうここに載せきれてないんですけど、結構一つの、まあ、趣味ですとか、あとは一つの職業にこう特化した結構漫画を描かれてて、まだ最近こう学園ものとか、まあ、スポーツ漫画ぐらいしかなかった時代に、まあ、今のようなこう一つのものに特化して、しかもこう大人が見て楽しめるっていう、まあ、漫画子供だけのものにしてないっていうような、まあ、そういったこう漫画の歴史をこう作っていったっていうようなレジェンド先生になります。そして今日ですね、何の、漫画飯を再現するかというと、まあ、以前にも僕やったんですけど、一本包丁万太郎をやりたいなと思います。で、これですね、すごい長期連載で全33巻、10年以上で掲載された、でビジネスサンプに、はい、連載したということで、まあ、結構こう包丁にやってると比べたら、まあ、ちょっと大人向けということで、まあ、料理バトル作りだけではなくて、これ主人公のこれ風味万太郎さんと四条美美さんの2人のこう恋愛模様まで描かれるっていう内容になります。まあ、ベッドシーンなんかがあったり、ラブシーンなんかがあったり、まあ、味変にはないまた世界が18歳で、2人は無事結婚できるのかっていうところで、ただこの2人結婚はですね、風味、ミミっていうのに味が3つついちゃうので、シーンが色々変わると。だから私はこれ断固として反対です。でも一応下町のカツ丼屋さんと、あとはもう由緒あるお料理屋さん、料亭屋さんっていう、こうロミオとジュリアス的な、うん、2人の恋愛が絡んでるっていうような。さすがよく読み込んでるな。で、一応今日再現する料理は空洞おにぎり。これはね、僕ね、
山田邦子の番組で3回ぐらいやってみんな失敗してるできるの、ね、以前1回これ作って動画上げたんですけど、あ、まあ、その時は、まあ、本当は失敗成功永遠の、ね、課題ですよ私でこれ結構もう有名な漫画飯で、まあ、テレビで取り上げてられたり、いろんな YouTuber も再現されてて、あのすごいこう有名な漫画飯で、もう面白いのがこれ完成形なんですけど、まあ本当中身が空洞になってるおにぎりっていうので、まず子供が見て もう分かりやすい、そして面白いで、これ何回も万太郎がこうコンテストをやるたびに改良していくんですけど、これ最終版になってまして、こう最後お茶を入れて飲む食べるんですよ。これが千利休も到達しなかったわびさびの世界といいますか、たぶん千利休ここでお茶やってたら多分秀吉に殺されてなかっただろうなっていう、そういった、ものになっております。で作り方は飴玉を入れてるんですけど、カツオのタレを氷に冷凍庫で凍らせておにぎりに包ん で、すごいこれ火力なんですけど、このカゴに入れて焼くことによって、まあ、焼きおにぎりで中の氷は溶けて空洞になってるっていう、これ空洞になるとふわっとして、まあ、美味しいっていう理屈上はね、たこ焼きはなんか空洞の方が美味しいみたいなので、万太郎は説得力はあるの発見しておにぎりの空洞だってこう美味しいってなったんですけど、で今日先生大丈夫です、あのいつもあの失敗して俺の方がファンだよいつもあの失敗してあの最後クソってなる動画だったんですけど、できなです。今日は、今日はあの誕生日なので、はいはい、あの成功パターンです、はいはい、なので、これあのインチキやってそうだな2日前からちょっと3回ぐらい作って練習しました。で普通にやったらちょっとやっぱ難しくって、あのやっぱ氷が溶けるとご飯崩れちゃうんですよ。なのでちょっと今日改良版で漫画とやり方違うんですけれど、あの作っもう完成形、もう今日完成してやっぱすごいっていうところで大成功ですよ。やられたか、これ映ってます？じゃ大成功パターンでいきますね。で時間もあれなので急ぎますね。でもこれご飯用意してます、はいはい、で本来は、まあ、このまま使うんですけど、僕あのネットで調べました。どうやら鰹節を混ぜるとご飯は崩れにくくなるそうなんですよね。なので水で溶けないご飯じゃないだろう溶けないご飯だ、水で溶けないご飯、ごめんなさい、これあのごめんなさい先生、あのパックのご飯です今日あの書いてもないんですよ、すみません、本当に大変失礼なんですけど、すみません、鰹節のいい匂いしてる、はい、でこの鰹節を、はい、なんか偉そうに語っているのかな俺メモしとかねば水分、そう水分を吸ってこれ崩れなくなるんですよ。なるほど、はい、でですね、鰹節が水分を吸うでしょそうですね、それは中で乾燥するの、あの今日ですね、実はあのチャップマンさんというチャップマン、あのプロのお料理に再現料理してくれてる、あの僕のスタンドとしているので、そういうのは全部チャップマンさんにそうか、こういう手があったか、カツオ節か、そうですね、でちょっともう長くなっちゃうとあれなんで、でこれ本当はそのまんま氷を入れて焼いていくんですけど、あの僕考えました、これ一回焼きます。考えるんだやっぱり、考えるんだ普段は考えないです、普段は考えないでやって失敗するんですけど、今日はさすがに誕生日祭ということで僕もあのちゃんと考えて、ね、練習までしてきたので皆さんお酒足りてます？大丈夫ですか？見られてると思う。で、これあれチャップマンさんなんですか？あの多分焼くと、多分一回焼いてちょっとカリカリにしとくと崩れにくくなると思うんですよ。どうですかねこれ？
このアイデア。氷も溶けやすくなるっていうリスクもある。ああ、なるほど。これちょっと待ってね、一回試したらしいんですよ。見事に俺は失敗しました。あ、これ間違えた。茶文字。溶けるとかやった。先生、僕たまたま、でもこれ成功したらすごいことになるんだ。全世界広がるんだ。そうですね、このアイデアで本当にセブンイレブンのおにぎり、そうだよ、ね、そうだよ、ね、お茶まで入れられちゃう。お茶まで入れられる。こんだけ商人いるからね。はい、ちょっとこれツイッターの漫画ジャパン、あれで先生と、クッキングパパの、先生が対談してるのを僕たまたま聞いてて、トチさんと、はい、で、その時に先生がこのフードおにぎりについて語ってて、語りました夏ぐらいに、はい、で、あの時にこう実はこれのやり方考えたのが調理学校の、そうだよ、先生たちがどうやったら空洞おにぎり作るのかっていう、真面目な先生方がね、丸い机で集まってくれてね、もう亡くなった先生もいるんだ真剣に考えてくれた。ちょっと今緊張して長いのこれちょっと不安になってきたな。ちょっと僕も手が震えてるんですよ。もう俺諦めた。大丈夫です。で、ちょっとこれまあちょっとカリカリ性の時間かかるので、この隙にですね。ちょっとお茶用意していただいてもいいですかね。ちょっと待って、お湯入れていただいて、あれ、急須これで、はい、ありました。ちょっと今、テンパってます、僕で、ここでごま油使います。これ、漫画でも描かれてたんですけど、この網に網に塗っとくっていう。でも一回これやんないで試してやったら、やっぱくっついてボロボロになったので、これはもうやっとかないと。でも失敗って楽しいよね。そうですね。すぐやる気になるもんね。ただ僕のチャンネルがなんかこうやっぱ成功すると、あ、全然後ろ通ってください。なんか成功するとみんなコメントでがっかりしたコメントが多くて、成功した方は面白いな、そう、なんか、ああなんだよみたいな。そうだよ、できるはずだよ。そうだよ、俺でもできるはずだよ。これ塗っときます。あとやっとくことあるかな。お、やべやべ、焦げちゃった。あのね、あの焦げとね、あの焼きが入ってるのはね、ギリギリの距離だから、これは焼きが入ったと思う。あ、じゃあこれは大成功ですね。うん、そうです。いい、あの人だ。こんな人がバーテンダー、プロの。ユゴラ&チャップマン&誰なの。あ、もう4時になった。拾っちゃいました。はい。で、まだやった方がいいのかな。ダメに相談。やった方がいいんじゃない。やった方がいい。これやった方がいいですかね。もっともっと。ここは面倒くさがらず。いや、いいじゃないですかね。もういい。じゃ一回これ火止めて、熱いのでちょっと冷ましておきます。ボールボールボール。第一ラウンド終了。これただおにぎり作ってるだけなんですよ。みんな思い出したんですよ。
ちょっと熱早く食べるの。これ誰か食べるの。食べるよ。これまだ使うでしょ。ちょっとすいません、あの僕もうお酒飲んでてろれつの回ってないんで。あ、ちょっと待って、氷を氷お願いします。氷、これ事前に作っておきました。あの、中はカズ丼のタレですね。ちょっと甘い感じの。はい。これだ。そうなんです。あれ、大きくなるってどこに。あれ。ちょっと取り出して。空洞おにぎりがですね、うん、もう非常に難しいのがこっからで、はい、これを握ったらこれ溶けてってどんどんあのもう、はい、みりみりうちにおにぎりがその崩れていくので、うん、でも今日はちゃんと事前の対処はしてますので大丈夫です。大丈夫家でこれ一回成功させてますから。運が良かったんだよな。たまたま。信頼が。信頼が。で、万太郎からですね、カゴにこう4個ぐらい入れて、うん、で、この上で直焼きするんです。ゴロゴロゴロっていって。で、一回以前の動画でもやったんですけど、それやると、おにぎり同士ぶつかって崩れますので。それをできるように描くのが漫画じゃん。そうですね。面白い。でも遠心力は何でもできます。詐欺師だからね。ちょっと。ちょっと飛ばしますね。ちゃんと感染対策もしてますから。あんだけ触りまくった。いやいや、先生食べるんですか。すいません、あれ勇気あるな。でもこれちょっとね、本当僕2日間ぐらい食べ続けたんですよ、この。昨日おとといと焦げ目するの作って家族もちろん誰も食べてくれないので来週あっつあっちょっと望み出てきた。あっつあっちょっと待って、これやっぱこんだけやつ溶けそうですね。あっつ、どうしよう。多分家でやってる、ここちょっと結構置いたんですよね。多分もうちょっと冷まさないと本当にすぐ溶けちゃう。みんなでお茶飯みんなでお茶飯みたいな。台湾だとラップの上に乗せて、タオルで。いや、エアコン。あ、なんかそうでしたっけ。台湾代表が言ってます。台湾では。それで行くんだ。ちょっともう、冷めるまで、これ動画見てると待ってやれないと思うので。うちわであおぎなさい。うちわであおぎなさい。うちわ。ご飯が止まってます。どうしてうちわないぞ。息子さんの下敷きしたの。後ほど。ありがとうございます。たこ焼きパーティーより面白かったな。これでもあれですよ、僕だけじゃなくてこみんなで作り上げる料理なので、みんな掃除してほしい。ちょうどいい。これ失敗したら僕もそうですけど皆さんのせいでもありますから。なんでアドバイスしなかったんだってアドバイス聞いてないよな。テンパってるね。よし、何やってんの。もう行きましょう。大丈夫すごいシュールがいいの。
時間勝負なんで時間勝負ってもう2時間経ってるよあれ、あもう溶けてるよもう溶けてる大丈夫、大丈夫ここコツはですね、おにぎりってふわって握るって言いますけど、こんなのはしたらダメですもん、もう崩れないんですよ力技ですね、ここはいや、でも本当にこれ家で本当成功したんですよ、うん、はい、あ。だから今日本当に成功パターンです、本当に今日は大丈夫です。で、ちょっとこれ油ちょっとバチバチってなるので、ちょっと気をつけてください。大丈夫。火災報知器大丈夫。大丈夫。火災。大丈夫、大丈夫ですか。いいの、危ないこのバーの火災報知器が鳴らなきゃいいですけど。火災報知器大丈夫ですか。反応しちゃ反応しちゃ。大丈夫ですか、火災報知器。ここはワンポイントあります。ワンポイント転がしてましたけど、転がすと崩れるんで絶対に転がしちゃダメ。そっとそっと溶けた溶けた ちょっとまた燃えるよ。みんな求めてます。火がバーッと。もっと回してって書いてある。いやいやいや、だめだよ、回すと崩れるんだから。おお、いいですか。あの湯気が噴射する。これ、ひっくり返したって熱いんだよ。はい、そうです。杉田さんとか。汚い。先生からともらう。あ、そうだ、そうだ。水漏れてるよ。本日もう100年って良くないですか、このまんまで。でもそうか、中の氷が溶けた。これ中の氷が溶けたら大成功です。バレてきた、バレてきた。マジ大丈夫です。これはもう相当な燃えたね、燃えたね。でもちょっと肌まってる。これはだいぶ想定の家でもこうなりました。ただ大丈夫。あ、やばいやばいやばい、崩れてる。握り直しても大丈夫。いやー、ムゴロさんのトークは最高だ。いや大丈夫です。こんなのは想定なんで、その都度こうやっていくんですよ。これで家で成功したので、全然想定になりました。家で成功しました。完全に嘘です。みんな慌てすぎ。慌てすぎですよ。いや、結構緊張してね。ごめんなさい。もともと結構僕手震えちゃうんですよ、緊張すると。こんなさ、もともと緊張するの震えちゃうんですよ。あとこう喋ってますけど、普段内向的な人間でそんなおしゃべりしなくていいんで、そのフリエで焦げるんだよな。そう言われたらよ。これ先生もう溶けてますかね。なんかなんかこんな面白いグルメ番組初めてだ。これ先生が最高の褒め方だね。ねえ、絶対こっちの方が面白いな。もうサンドイッチマンやな。サンドイッチマン、サンドイッチマン。どうですか、チャパンさんも中溶けてますね。中が溶けたかどうか確認できないですね。こんなにいいですよね。行きますか。先生、行きますか。これ、なんか溶けてるかわかんないですけど、結構やっ。ありがとうございます。これ成功パターンじゃないですか。一応もうお茶をご用意してください。あ、これちょっと。
これあれだな、これカットするナイフ持ってきてなかった。お、できた。削ってきました。あ、で、これで何お茶漬けするの？はい。これ中空洞になってたら大成功ということで。そうだよな。はい。すごいな。あとで手袋かけるのね。胃が痛くなってくる。もう 手が震えてよかった。そうですね、汗と手袋も入る。いい加減だ。これで行きますね。あ、じゃあなんか崩れてきてる。もうあら、これもう切りますね。おにぎりに入刀切ってるかな。あ、すごい。ちょっと先生、これ多分成功。ちょっと空洞になった。先生ちょっと空洞になってます。やりました。あともうこれもあともう氷がちょっと溶けきれてないですね。これもっぺん始めからやろう。ちょっとなんかベタベタがかかってすいません。だいぶ手袋してるので。でもこれちゃんと僕は責任持って食べますので、あの食べ物はちゃんと。で先生ちゃんとお茶つけないでしょ。よし完成です。日本放送万太郎空洞おにぎりとなります。いやいや、ご苦労さん、お疲れさん。動画よりうまくできてきた。じゃあこれです。いや違う違う、行き着く。じゃあ後ほどちょっと私が食べますので、これは。先生食べない。いやいや、先生食べて。もう僕から言えないです、先生食べて。もうみんなで。みんなで。味は？味は？どうぞどうぞ。少しずつ振る舞ったらどうですか？少しずつ振る舞ったら。あ、これ みんなにちょっとずつ一つ食べたい。食べたなってるよ。本当ですか？僕が作った原作の万太郎が作ったおにぎりは本当美味しい。もしよかったらポッと。すごい。はい、どうぞ。もう一口を。これで倒れる。ごめんなさい、その下お茶漬けのとこね。それすいません、本当に大変失礼だな。もうここまで付き合っていただいて。暑いかも。めっちゃいい写真だ。いい写真。コメントちょっと甘いな。甘い。ちょっと砂糖入れすぎましたよ、僕も。いや、僕も思った。砂糖入れすぎたな。空洞以前の問題だな。カツオタレですよね。すみません。もう一度、あの、万太郎を。もう一度、万太郎を呼んで。食べたい方いたら、もしも。おーい。マジですか。スプーンいっぱいあるので。お箸がたくさんあれば、はあ、ちょっと後ほど取り分けます。すごい、取り分けるじゃないね。プラカレー後ほどで。もう二度付け禁止で回す。二度付け禁止で。二度付けある。あとちょっと先生、ある人からですね、ちょっと先生にこれ渡してくれってことづかってまして、はい、ちょっと誕生日プレゼントで渡したいものがあるって言われて、うちの息子がスーパークイシンボーを影響を受けて、そこで絵を。悔しいけどうまいな。ただあのここにあの十輪たこ焼き作ったお茶屋なんですけど、多分途中で色塗るのめんどくさくなって全部青で。親父と食いなんだ。途中でめんどくさくなって。これ今日私のプレゼント。
言われたので、うん、こういうの一番あの子供の作ったものって捨てるに捨てれなくて、かといって飾ることでもないし、一番こうもらって困るものなんですけど。何歳の？あの小学校1年生です。すごい。2回ほどお会いさせていただいた先生と。これすごいよ。氷水を用意してて。これはうまいわ。飲み水。あ、飲み水。子供ってやっぱり正直だと水って言ってもらって。これ誰がビール使うあれ。ねえ、すごい上手。すごいうまい。そうか、撮影してもらってんだ。将来の。とりあえず、表情がね、似てるもんね。先生がお弟子さんいっぱいいる。まだね、あと先生今日ですね、あのお料理研究部チャップマンさんがですね、あの動画で味変のグラスカレーと味変カレーを作ってきてまして、カレー元祖はいいよね。そうです、あのテレビでも。あのちょっとぜひこちら食べていただければなと。すごい匂いする。そうですね、今味変カレーとアラスカレーが来ます。あと今日来ていただいた方にも一応ブラックカレー、味変カレー、味見する分ありますので、後ほど食べてみてください。僕が作ったわけではないです。もうかなりあの煮込んですごい時間かけて作られたので、これは、はい、あ、じゃあぜひ。大丈夫だよ。氷水を添えないと味変カレーがダメ。いや、すごい。めちゃめちゃブラックですね。あれどこ行ったの？ないけど。あ、これか。はい。ちょっと分けた方がいいと思います。甘い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 。味変からお味の方はいかがですか？美味しいですか？醤油をベースにしてカレーなんです。辛いけど、これはカレーの基本だね。美味しい、いただきました。ブラックカレーの。ちょっといけない部分も合法的に再現する。なるほど。そうですね。複雑で麻薬効果も出てしまうっていう。これからお味の方いかがでしょうか？おいしい。よかった。僕のあのフードおにぎりをかばして。でもこのあの袋は何ですか？袋は竹炭です。竹炭です、はい、でもすぐの味はしないよな。食用の竹炭とあとはブラッククミンっていう。でも炭って体にいいもんね。そうですね、デトックス効果とかもあるよ。そうだね。はい、ということでどうぞどうぞ、前さん、くじりだ。ちょっとこれどうぞどうぞ話してください。みんな使ってるから、他にみんなのちゃんとあるんで大丈夫。はい、これ美味しいよ。さっきのおにぎりはもうちょっと汚くなった。答えを永遠の未完成交響曲ってあるんだから、未完成おにぎりもあっていいんだよ。お優しい。ありがとうございます。ということで、ズボラの YouTube ライブ配信以上となります。先生、本当お忙しい中、お付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。この
後も湘南台のアルスノーバで誕生日祭ずっとやってます。で2部からが、7時から配信になりまして10時までですねやってますので、もし近所に住んでてあちょっともう行っちゃえと思った方はもう直接来てみてください。入れると思いますので、はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。こんにちは。ありがとうございました。1口ずつ食べても